はい、どうも、3月7日日曜日、熊沢でございます。早速昨日帰ってきて、まあね、あの届いていたこちらね、キャノンのイクシーデジタル 25IS かな、うん、パシャパシャ撮ってきました。で、今日のあの朝っつうか、まあ昼ぐらいかな、ほんと今さっきなんですけど、ちょっと昼ご飯の買い出しに行くついでに、いろいろまた日中のね撮影もしてきたんですけどもね、やっぱりいいですね。あの1000万画素っていうのはね、 iPhone が1200万画素なんですよ。で、 iPhone は1型センサーでしょ、それよりかちょっと大きいんですけど、すごくね、なんていうのかな、解像感は十分にある。で、 L 版っていうか、あのセンサーサイズが4対3なんですけど、あの中のその記録画質に L とか M とか S とかいろいろあるじゃないですか。で、 L 一番大きいやつをスーパーファインで撮ると、まあ、一番いい画質で撮れば十分な解像感になる。本当にいいカメラだなと思ってて、で、それからね、日付を写し込める機能がありまして、それが、200万画素になっちゃうんですけど、これがまたレトロで、家の中で、ストロボを焚いて撮ると、もうまさに映るんです。で、色味をね、調整できる項目があるんですよ。で、キャノンの一眼カメラとかだと、いわゆるその、ピクチャースタイルっていうのがあってね。で、いろいろ選べるじゃないですか。この中には、カスタムカラーっていう項目があって、マイカラーっていうのをまず切る。切ると、まあ、おそらくスタンダードな発色なんでしょうね。うん、スタンダードな発色。で、くっきりカラー、まあ、ビビットみたいな感じですよ。で、スッキリカラー、まあ、これナチュラルとかなのかな。で、セピアがあって、白黒があって、ポジフィルムカラー、ちょっとね、こう、全体的に赤とか緑とか青とかがくっきりと鮮やかになるような感じ。で、色白肌っていうのがあって、茶褐色肌。うん。ちょっとこうね、茶褐色になるような。で、鮮やかブルー、鮮やかグリーン、鮮やかレッド、カスタムカラーっていうのがあります。で、僕が好きなのは、まあ、カラーを切ったモード。それから、ポジフィルムカラー。そんで、カスタムカラーで、僕はコントラスト爆上げ、シャープネス爆下げ、色の濃さ爆上げ、赤爆上げ、緑爆上げ、青爆上げ、肌色爆下げの今セッティングにしてるんですけど、これがね、これでこうストロボをね、発光するんですよ。ストロボを常時発光。こう発光すると、すっごいね、レトロな映りがするんですよ。見えないよね。いそ下げないと見えない。あ、いそ。あれ下がんない、いそ。なんで？こっちか。失礼。これがさ、わかります？この感じ。レトロな感じになるんですよ。ものすごく。で、これが、本当に良くて、このカスタムカラーにして、ストロボを焚くと、マジで、ありがとうっていう感じが、出てくるんですよね。良かったっていう、買って良かったっていう、そういう感じ。本当にいいなと、思いました。で、まあ他にも、普通に外で撮るときに、なんていうのかな。ストロボとかいらないでしょ？だから、ISO を1600まで上げて、で、撮ると、カラーノイズとかの、ノイズの具合が、なんかこう、レトロな感じがしてね。本当にこう、2007年の発売のカメラなんで、平成中期ぐらいじゃないですか。僕、高校生ぐらい。今31歳で、平成元年の生まれですけど、ちょうど半分生きた、半分以上は生きてるかな。うん。なので、高校3年生卒業あたりの
発売のカメラなんで、懐かしい感じっていうのがね、やっぱすごくこう青春時代に戻ったかのような、タイムスリップしたような感じの写真が撮れるっていう。で、ISO を下げて、日中の屋外とかで十分に光量があるところでは ISO を下げて、最も画質が出るモードにしておけば、本当に、スマホなんて気にならないぐらい映りはいいので、本当にね、良かったなと思いますね。で、シャッタースピードもオート。絞りもオートでしか撮れないので、変えられるのは ISO だけなんですよ。なので、それもね、割り切れててすごくいいなと思います。で、動画も僕撮ってみたんですけど、動画撮れるんですけど、いわゆるその 480p の画質なんですよ。4対3でしょ?これもまた懐かしい感じがするんですよ。これはね、ほんとね、なんていうのかな、映像って解像度じゃないなっていう。当たり前なんですよ。解像度だけじゃないんです。やはり 4K だ、フル HD だ言ってますけど、解像度だけが、その画質を決めるものではないんですよね。それが 10bit であったり、8bit であったり、12bit であったり。それが SDR なのか、HDR なのかとか、いろいろなものが絡んできて初めて画質と呼べると思うんですよ。なので、まあ、最新のものに比べりゃ、それは当たり前です。解像度が劣るので、そこにまつわる解像感、画質、それはね、劣るんですけど、なんていうのかな、いいんですよ。だからこれで PV 撮りたいなと思いました。映像作品を。うん。なんかね、いいんですよね。はい。まあ、本当にね、これ、皆さんにお見せできるような作例を、出せるように撮りたいんですけど、ちょっと今、プライベートがバタバタしてましてですね、まあ、僕ら、個人事業主はですね、確定申告っていうのをしなきゃいけないわけですよ。で、まあ、今年、また4月の16まで伸びてるのかな?伸びてるかなんかしてるんですけど、ちょっと僕は早めに終わらしておきたいので、もうまとめに入ってましてね。あとは紙に記入するだけ。で、僕ちょっと e-tax ではないので、普通に税務署に出しに行こうかなと思ってるんですね。すぐ控えが欲しいから。郵送もめんどくさいし。なんでまあ行っちゃおうかなと思ってて。まあそんな税務署遠くないので、まあ、ついでにこいつ持ち出してね、パシャパシャやるとかでもいいんだけど、まあ今日日曜日なんで明日出しに行く前提で、まあ記入して出しに行こうかなと思ってるんですよね。まあ、一時金とかの兼ね合いもあるから、もう早め早めにやっといた方がいいだろうということで、やってるということと、あとね、ちょっと近々、引っ越しをするので、その引っ越しの、もうね、部屋は決まっていて、もう入居も決まってるんですよ。入居も決まってるんだけど、まあ、そこにね、賃貸契約しに行ったりだとか、あるいはその、荷造りですよね。であったりとか、まあ、そういったところも必要になってくるので、非常にね、慌ただしい日常を送りつつ、先日というか昨日ね、昨日撮影しに行った映像の編集も、並行でしなきゃいけなかったりとか、まあちょっとプライベートがバタバタしているところもあるので、まあね、作れる時に作りたいんですけども、ちょっとなかなか作れないのでお待たせしてしまって申し訳ないなというところと、いつの間にかチャンネル登録者数が100人超えてましてね。こんなありがたいことはないですよ。自分がメインにこうね、据えているつもりだった動画っていうのを全然出せてない中で、過去の動画とかを見てね、チャンネル登録をしてくださってる方っていうのは、本当にね、かけがえのない存在だなと思うし、一生懸命やってはいますよ。一生懸命やってはいるんだけど、その、周りの人たちに比べるとね、周りと比べることじゃないんだけどさ、こんなペラペラ喋るだけの、動画をね、毎日コツコツ上げてるわけなんですけど、それでね、登録してくださるっていうのはね、まあ嬉しいですよね。うん。なので、まあ、有益な情報を発信したいと思って、発信することで、自分の知識も深まるわけですよ。技術も、磨かなければならなくなるわけですよ。どんどんこう、言い訳潰しみたいなね、ことになってくるわけですよ。ここで誤ったことを発信するわけにはいかないですし、一応、
プロとして仕事を請け負って、映像作品に携わったり写真作品に携わったり音楽作品に携わったりしてる身なので、ここで中途半端なことやってるとね、もちろん信用問題にも関わったりもするわけですよ。だからいかにしてこうプロ、僕プロですって誰でも言えますからね、時代として。誰でも言える時代だから、そのプロたらしめるみたいなところでちゃんとこうこう皆さんにね信用していただけるようなコンテンツっていうのも作りたい中で、作れてない現状があり、それなのにもかかわらず過去の映像とかその動画とかを見て登録してくださってる方が結構多いので、まあそれに恥じぬようにね、これからも作っていきたいなと思ってる次第であります。はい。まあ、こんなペチャクチャ喋ってることが皆さんの何かの、気づきになるきっかけになったりとか、何かこう、ね、プラスに働くことがあれば、もう本当に嬉しい限りでございまして、まあ、今回の引っ越しもより、生活環境を、住環境を良くしようっていうことなので、今ぶっちゃけその、1LDK に住んでるので、この部屋っていうのはベッドルームなんですよ。ベッドルームに僕の制作ブースがあって、猫ちゃんたちもここに暮らしていて、で、トイレもあって、だから今トイレしてるしね、ニャーニャー言う時もあるし、猫大好きなんで、ニャー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 言うのも可愛いし、すり寄ってきてくれるのも可愛いんだけど、やっぱ集中したい時に集中できないっていうこともあったりするので、念願かなって、引っ越すことで、ようやく自分のそのパーソナルな、空間を保ちつつ、家族と一緒に暮らすということがね、できそうなので、またこうプラスアルファで皆さんにお届けする動画もね元気にやってますけど、動画もこうより良いものにしていけたらなと、思っている次第であります。ということで、熊沢でございました。